15章守りたいもの。なんと完璧なまでに美しい、想像をはるかに凌駕する奇跡の輝きだ。人の手が生み出さし新たな太陽、人類の未来を照らす希望の光。見事だアル、我が友アルベルト・ミラーよ。お前の残したこの神の炎で世界が変わるぞ。いや、違うぞ。世界を変えるのは私だ。お前の友であった私にはその権利がある。そうとも、私がお前の夢を叶えてやる。友であり唯一の理解者であったこの私がある、お前に成り代わり、私が成し遂げる。アンジェ、どうして。あ、床に何か落ちてる。これは手紙。この字は。この缶の指揮官が何だって。アンジェだ。はあ、何言ってんだお前。アンジェは人間だろ、普通の女の子だろ。なんであの子が缶の動力になるんだよ。センチュリオンだけじゃない。1番缶キャバリエ、3番缶コメット、僕らの艦はアンジェたちバルキュリアの力で動いてたんだ。バルキュリア。そうだ、この艦隊の主導力はバルキュリアだ。各艦には1名ずつ特命協力員としてバルキュリアが乗艦している。アンジェ、アンジェリカ・ファーナビーはセンチュリオンのメイン動力として着任した。ちょっと待ってくれ。バルキュリアって一体何なんだ。かつて北方の侵略者から大陸を守った古代バルキュリア人の血を引く存在。帝国がその特性を高め兵器化したのが吹雪の魔女なのだと、そう聞いていた。でも連邦にもバルキュリアがいた。それも兵器ではなく。その通りだ。アンジェは能力源として特化されている。その体をラグナイトと反応させることで通常のラグナイト圧縮では得られない、それ一つでこの間全ての動力を賄いうる膨大なエネルギーを生み出すことができる。開かずの区画があれほどまでに厳重に管理されているわけだ。女の子、生身の人間を軍艦の動力に使うなんて。クロード、彼女は志願してこの任に就いた。体も命も軍に提供するという同意書とともにだ。そんな同意書無効だ。いや、
正式な書類だ。君たちがエディンバラ軍に志願した時と同様のな。彼女はアクシデントで動力炉を飛び出し、記憶を失った状態で君たちと交流していたが、己の任務を思い出し、自らの意志で持ち場である動力炉へ戻った。なんてことだ。彼女らは皆志願してこの任に就いた。自らの能力を生かし、国を守るためにな。だがキャバリエもコメットも沈んだ。そうだ、彼女らの運命はカンと共にある。全て承知の上だ。雪上巡洋艦としての途方もない推進力はバルキリアの力あってのもの。この艦隊なしではキグナス作戦は成功しえない。全ては海戦以前から綿密に立てられていた計画だ。ではやはりノーザンクロス作戦の立案時から。そうだ、技術と艦を開発した合衆国の主導で極秘裏にキグナス作戦の準備が進められていた。こんな作戦どうかしている。そこまでして僕では降りるか。この作戦を己の個人的な感情で仲間の全てを裏切るのか。仲間、我々キグナス艦隊が代表用を進んでいる間、丘では未だ同胞たちが必死の撤退戦を行っている。こうしている間にも犠牲となる連邦兵は増え続けているだろう。泥沼と化したノーザンクロス作戦にとってキグナス艦隊は最後に残った希望なのだ。そして今テートまで2日、戦闘があったとしても3日の距離まで迫っている。このままアンジェを動力炉につないだままテート攻略へ突入するということか。その通りだ。クロード、艦長は目を覚ますと思うか。わからない、そう願いたいが、この先訪れるだろう重要な局面で誰が艦長ほど的確に時に非常に決断を下せる。頼みます艦長、目を覚ましてください。俺らの艦を動かしてたのは年端もいかねえ無邪気な女の子でしたってなんだよそれ、笑えねえぞ。笑ってた。はあ？笑ってたのアンジェ。自分の居場所に戻って扉が閉まって閉じ込められて動力炉が稼働し始めるその瞬間までいつもの笑顔で私を見てた。これは彼女の意志なのか。みんなを助けたい、そのためにやらなきゃいけないんだって。けどアンジはまだガキなんだぞ。そんなガキを戦場に駆り出して道具に使うなんて。俺はこれ読んで。レイリーお姉ちゃんへ、まずはじめにごめんなさい。
何度も言おうとして言い出せなかった。本当の私のこと。私はこの船に乗るとき、ある書類にサインをしました。自分が死んだ後、家族のいろいろなことを軍が手続きしてくれるという書類です。それから少し苦い薬を飲みました。それを飲むと眠たくなって、それからはずっと開かずの区画で夢を見ていました。少し怖い夢だった。いろいろな人が戦って怪我して死んで、だから目が覚めてお姉ちゃんたち、優しいみんなに会ってすごくホッとしました。外で戦争が起こってても船の中はまるで大きなお家みたいだったから。私には家族がいます。パパと妹が一人、弟が二人。パパは毎日お酒を飲んで仕事をせず、家にはお金がありませんでした。そんな時に村に軍の人が来ました。適性検査っていうのを受けて、私は初めて自分にバルキュリア適性があるって知りました。私は軍の人と約束をしました。パパにはお金、妹たちにはご飯と学校をって。その約束のためにこの船に乗りました。本当のことを言うと嫌だった。村で家族と一緒に暮らしていたかった。だけど私がやらなきゃもっとたくさんの幸せな家族が壊れていくって聞いて、やらなきゃいけない任務なんだって自分を納得させました。任務？でもね、今は少しも嫌なんかじゃないんだよ。だってみんなのおかげで分かったから。大事な人を守るっていうこと、この戦争を終わらせる意味。だから私は戻ります。自分の場所に。みんなを守れることは私の誇りだよ。ありがとう、レイリーお姉ちゃん。みんなにも伝えてね。ありがとう。だよ、こいつ何なんだよ。おいクロード、こんなのやめだ。今すぐアンジを引っ張り出そう。そうすればこの艦は止まる。帝都に到達することはできない。だからどうした。こんな子供を犠牲にして掴んだ勝利に何の価値があるんだよ。なあレイリー、そう思うだろう。おいカイ、なんとか言えよ。兄さんが連邦を去った理由、今はっきりと分かった。カイ、いやフォルセが知っていたのか。いつも私には濁していたけど、連邦は歪んでいる、口癖のようにそう言っていた。ああ、こうして目の当たりにすりゃ俺だってそう思うぜ。なんて胸くそ悪い光景だよ。確かにそうだ、こんなこと許されない。でもカイ、でも少なくとも今この瞬間はアンジェは
誰よりもまっすぐに戦ってる。アンジェは平和を願ってる。そして自分の意志でこの子は戦ってるの。青く燃える動力炉の中で私たちにできるのはアンジェと一緒に戦っ。敵襲か。少しはゆっくり悩ませてくれ。ラグナイト工学の専門家として一つだけ教えてほしい。キャバリエのあの凄まじい爆発、あれはあの動力炉が爆発した結果なのか。あの動力炉が生み出しているエネルギーは最大理論値の圧縮ラグナイトのさらに数百倍。とてつもない数字ではあるけど、あそこまでの連鎖反応を引き起こすかは疑問ね。詳しいことはデータを詳しく分析すればわかると思うけど、ごめん、今は考えたくない。すまない、悪かった。敵は戦車部隊、おそらくあの黒い部隊だ。いろいろあるが、今は勝つことだけを考えよう。ええ。まさかここに来てアオスブルフに司令部直々のお声がかかるとはね。連中暴くってるんですよ、あの間の大爆発を見てね。無理もないな、あんなとんでもねえ爆発が帝都で起きれば。爆発するならできるだけ帝都と離れた代表用で、それがオエラ方のご希望ってわけだ。我々はステイシーですか。なる気はないさ、クライマリアも逆方面から敵艦に向かってる。俺たちが敵艦を引きつけてクライマリアが破壊する。破壊ですか。ベルガーやフォルセ大尉はあの艦を欲しがってましたが。ダメだ、あいつは何としても沈める。あんなもんが存在していいわけがねえ。破壊するのは分かりましたけど、攻撃しすぎて爆発はもうごめんですからね。大丈夫だ、彼女はこのところ随分安定してるんだぜ。暴走はさせない、俺が守ってみせる。やれやれ、ごちそうさまです。おいら方の特命を受けたおかげでベルガーの管理下からようやく抜け出せたんだ。この戦闘が終わったら少しはのんびり羽を伸ばさせてやりたいね。正直初めは吹雪の魔女が恐ろしかったんですよね。中佐と付き合うせいか最近人当たりも良くなってきて、妙に可愛いっていうか、守ってあげたくなるの分かりますよ。お前の手には負えねえぞ。さすがに手を出そうとは思いません。中佐に殺されたくないですからね。あの鍵、中佐、敵艦発見しました。
このまま全速で接近します。さあファム・ファタール、決戦と行こうじゃないか。帝都は俺が守る。仲間も国の連中も、愛する女も、どいつもこいつも。帝都は目と鼻の先だ。ここは絶対に乗り切るぞ。E招待出撃。表現が砕けて一面ひび割れている。キャバリエのあの爆発の熱と衝撃がこの光景を生み出したんだ。歩兵はともかく車両は進めますかね。熱で溶けたのか、氷も薄くなっているような。戦車程度の重量は持ちこたえられそうだ。でも注意して進むべきだろう。クラウド来たわ。あの黒い戦車部隊よ。またあいつらかよ。いい加減ここいらで白黒つけようぜ、クロード。ああクロード、ヴァルキリアだ。今回は最初から小細工なし、総力戦ってわけね。二方向からの同時攻撃か、きついな。やってやるか。行動開始だ。この程度か。了解。
そこに連邦の士官としてやる。合わせはせんぞ。今だ。始めるかの。まだまだ青いの。仕方ねえな。俺が面倒見てやる。しっかり捕まってな。戦車ってのはいいもんだ。可能。なんのこれしき。弾ならまだまだあるわい。まだまだ青いの。よし、出るぞ。私は選ばれた。楽しませてくれよ。ダメだ。この拠点にとどまっていても敵の猛攻を防ぎきれそうにない。
まずは拠点から移動して攻撃をかわせ、少しでも有利に戦える位置まで移動するんだ。そこで体勢を整え敵を迎え撃つ。拠点から離れてあの戦車部隊と魔女を迎撃、想像するだけで恐ろしいですね。確かにね。でも勝算はある。前回の戦闘では敵戦車を撃退するとバルキュリアも撤退した。今回も攻撃目標を敵戦車部隊に絞って戦うんだ。もちろん同じ結果になるとは限らないが、戦車部隊の撃破は必ず突破口になる。バルキュリアがどんなに強力でも単体の敵に僕たちが負けるはずないだろ。あ、はい。本気出そうかね。
士官としてやられるわけにはいかん。ねえな。行くわよ。敵発見。一網打尽よ。出るぞ。急ごしらえだが、あれを試してみるか。やるぞマリア。うるさいわね。大声で叫ばなくても聞こえているわ。踊ろうかバムファタール。どうだ、いけるかマリア。私は選ばれた。楽しませてくれよ。戦車の上にバルキリアが。何をするつもりだ。エネルギーを収束。まさかバルキュリアの力を。違うかもしれないけど、最大限警戒しておいた方がいいわ。わかった。みんな敵対象者から距離を取れ。身を隠す場所を探すんだ。ねえな。やってやるか。俺が面倒見てやる。しっかり聞かませてな。
やってやるか。始めるかの。警戒が必要じゃな。何のこれしき。女だってやるときはやるのよ。ほら、シャキッとする。どうせ不器用ですよーだ。仕方ありませんね。始めるかの。私についてこい。私も指揮官の端くれだ。はあ？ケント、続け。背中は守ります。そこ連邦の士官としてやられるわけにはいかん。どこを見ている。始めるかの。援護するわ。
さすがだな、ファムファタール。こうしてお前といつまでも踊っていたいが、そうもいかなくなっちまった。こんな俺でも結構いろいろと背負ってるんだ。守りたいもんもまた一つ増えちまったしな。だからここで決着をつける。どっちがくたばっても恨みっこなしだ。それじゃ続けるとしよう。俺たちはアオスブルフ。お前を燃やし尽くすまで消えない炎だ。やるじゃないか。そこに、そこに、行動を開始します。始めるかの。何のこれ式？行くぞ。いい手でやりましょう。こいつはまずい。敵戦車。沈黙。やりました。ついに撃破しました。先輩、ジークバルで初めて戦った時からずっと僕たちイー小隊の脅威であり続けた。その鋭い戦術が走射技術、部隊の統率力に翻弄されたことも一度や二度じゃない。あの武々しさ、荒々しさは装甲越しにも伝わってきて僕の心を熱くした。きっと彼のような存在を好敵士と呼ぶのだろう。本当に手強い相手だったわね。まあマシな連中だったんじゃねえか、帝国にしちゃうよ。でもそんな強敵に勝てたんです。すごいですよ僕たち。おい、戦闘中だぞ。気を抜くんじゃないお前たち。その通りだ。まだ敵が残っている。最も恐ろしい敵が。
吹雪の魔女バルキュリア。